はい。それでは、コマンドラインツールをインストールします。コマンドラインツールみたいになってらっしゃるかもしれませんが。まあ、とりあえず、ここは見よう見ようまででやっていただければと思います。えっ、ー、と、ここでですね、打つコマンドは、えっ、ー、と、git.git スペースハイフンハイフンバージョン。Version, git スペースハイフンハイフンバージョンとしてエンターします。こうすると、えっ、ー、と、git コマンドを実行するには、 コマンドラインデベロッパーツールが必要です。ツールを今すぐインストールし,ていくしますかというのが出ますので、これでインストールをしましょう。はい。えそうすると、いよいよ使用許諾の同意とか出てきますの、ね、で、同意という形ですね、えー。ここの部分は少し時間がかかると思います。お2時間って出てますからね。だいぶかかるんで、えっ、ー、と、一旦ほっぱらかすか、もしくは、あの、中止していただいて、お時間があるときになさってください。これ、何をしているかっていいますと、 このコマンドラインですね。えっ、ー、と、こういう、なんていうんでしょう。Mac の中でコンソールを触るときにえ、必要なソフトウェアをドカッと入れてくださってるという内容になります。あ、2時間だったの、2分になりました。僕、目がおかしかったですか <laughs> 大丈夫ですかあの、よく使う Git ですね。バージョン管理のツールとか、何、えー、やらかんやらが入ります。 えーとここでは、もうとりあえず、わけも分からず入れといてください。入れといて損はないと思いますので、はい、Git スペースバージョン。本当はねあの、コマンドラインツールにソールするという本はあるんですけど、これは何をしているかというと、Git を使おうとすると、えー、と Mac は自動的に Git のコマンドがあるかないかを判定しようとして、えー、なかった場合には、あじゃあ、コマンドラインツールの中に Git も含まれているので、Git 入れときますねというふうになるという流れです。 でですのでこの g i t ジョンとするとコマンドラインツールが入るという内容になります。と、そうこうしている間にあと51秒でインストールが終わるというふうになってきましたけども、どうですかね。あの、Mac、あと1秒ですよって言われてから、1秒っていうことないか、あと1分ですよって言われてから OS ね、インストールなかなか終わらなかったりしますから、えー、ともうここは気長に待つとしましょう。ちょっと時間を飛ばしましょうか。 はい。無事に終わりまして、ソフトウェアがインストールされたと出ました。じゃあ、完了をクリックします、えー。これでそのままでいいのかな ?Git バージョン。ああ、出ましたね。Git が入りましたよという内容になってます。はい。これで、えっ、ー、と、コマンドラインツールのインストールは終了です。何がって思われたかもしれませんが、とりあえず入れといてください。